ピアノの並びと同じですので、ピアノ&オルガンの経験者は、そこが有利です。また、右手は、スルオピックで弾きます。トレモロも多いですから、マンドリンなどをされている方は、有利ですね。あと、今の対象ごとは、アンサンブルが主流です。ですから、独奏楽器よりも、バンドや吹奏楽、オーケストラ、合唱など、他と合わせることに慣れている人も有利です。では、どうぞ。日本の対象ごとを紹介したビデオが話題になっていました。対象ごとは、1912年大正元年に名古屋で発明された楽器で、従来の金にタイプライターのキーを合わせて簡単に演奏できるようにしたことで、大正時代に流行したそうです。そんな日本が生んだ古くて、新しい楽器に、海外からは絶賛の声が寄せられていました。大正ごと、名古屋ハープと呼ばれてる。5本鶴で、すべて G にチューンされてる。キーは、白黒で数字表記がある。タイプライターみたいで、めっちゃ満足感のあるキーだ。エコーシステムで、リバーブとディレイを、2段目に1オクターブ上げて、押してる音だけ欲しいから、鶴にテープを貼った。XO は、AI でドラム音を整理してくれる。似た音がグループ分けされてる。対象ごとに合うものを探す。音楽経験がなくても、リズム感や音感が良い人がいます。指が器用に動く人もいます。譜面をパッと見て、反射的に弾ける人もいます。譜面をすぐに覚える人もいます。才能と言えるほどのものは必要ないですが、そこそこのリズム感と音感は必要とされている気がします。